地獄楽は、各有事による日本の漫画。ウェブコミック配信サイト、少年ジャンプ2018年1月22日より2021年1月25日まで、毎週月曜更新で連載された。各にとって2作目の連載作品。江戸時代後期、資材人、ガビマルラが、不老不死の戦略を探しに向かう忍法ロマン。履礼かつ、悲壮感あふれるタッチで、 過酷な状況下の力強い人間ドラマを描き、J の人気作品となった。2018年11月、地獄楽原画展が開催された。週刊少年ジャンプ2018年36.37、合併号と2019年28号に出張掲載された。2019年3月4日と2020年8月24日では、キャラクター人気投票の第1回と、 第2回の結果がそれぞれ発表された。2019年9月、小説版が発売された。2020年には、j デオハシによるスピンオフ、地獄楽最強の抜け忍ぶ我慢のガビマルが連載された。2020年8月から9月には、地獄楽大原画展が開催された。最終回と同時にテレビアニメ化が発表された。江戸時代末期となる頃、 かつて最強の忍として恐れられたガビマルは、死罪人として囚われていた。そんな中、内首執行人、山田浅衛門左折に極楽浄土と噂される島から、不老不死の戦役を持ち帰れば、無罪方面になり、誰からも二度と終われなくなると告げられる。ガビマルは、愛する妻に、もう一度、会うために、戦役探しの道を選ぶ。無罪方面を求める。 他の資材人たちやその二同行する山田はじめもんと一見美しいが恐ろしい化け物の住む謎の島で戦役をめぐる戦いが行われる。追加組不死の名役を求めて航海に出る女福五行総称、総国の図作国体制下の日本とその近海が舞台だが英語などの外来語がセリフに使われることがある。これについて各は 読者にとって漫画はラーメン待っている間の暇つぶしという考えのもと気軽に読めるようにするためだとしている。エピソード全体の流れ、印象的なシーンキャラクターに言ってほしいセリフの順でネームが作られていた。気持ち良さにつながるとしてフィクションの中にリアルな要素がほんのちょこっと入れられている。各は人間同士が出会うことで変わらざるを得ない部分を描きたいとしていた。また、 自分が、まず楽しむことで、読者も感化されて楽しんでもらえるのではないかと、述べていた。読者から、残酷だと言われることもあった。各は、北斗の剣、覚悟の勧め、グラップラーバキ、ベルセルク、寄生獣などの影響で、熱い話を描こうとすると、血みどろになっちゃうというのは、普通と感じているという。また、本作の連載準備中、親戚の立石から、 縦のレクチャーを受け、基本的に刀は一度抜いたからにはどちらかが死なない、限り絶対に収めることはないということを学んだ。その時、刀を扱うからには残酷な描写は避けられないと思ったという。初代担当編集の林主平によると、各は、ファイアパンチを連載していた、藤本達樹の元アシスタントであり、地獄楽と、 ファイアパンチのアシスタントは8割ほどを追っていた。また、本作はおそらく、ファイアパンチの影響を受けており、各が藤本の職場に入らなければ、地獄楽は生まれなかったのではないかと振り返っている。各によると、過去作、ファンタズマでは他人に向けて描き続けていたが人気が出なかった。そこで、自分の好きな方に振ってみたらどうなるだろうと、地獄楽を連載したという。 処刑人と資材人が閉鎖空間にいるというところから物語が構想された。しかし、設定説明だけの漫画になりそうだったため、キャラクターを作ってから改めてストーリーとすり合わせられた。本作連載前、編集者から絵に課題点があると指摘されたため、各は首切り朝など小池和夫の劇画作品を研究し、特に連載初期は劇画タッチを意識して描いていた。 また、他作品と差をつけるために、バンドデシネを参考の一つにした。数多くの J 作品の中で埋没しないよう、強烈なシーンと登場人物によって、求心力をつけた。そのために当初は無駄な間を削り、キャラクターに変化をもたらす展開を多用した。また、登場人物の言動は、各が彼らに問いかけてその答えを反映させるイメージで描いているという。 2020年12月時点でシリーズ累計発行部数は360万部を突破している。2020年7月に猫旅よりを抜いて以降、J で最も創越乱数の多い作品となった。単行本は新刊が出るたびに即重版歴となり、2018年8月には J 人気ナンバーワン作品とされた。二千十九年には修営者プッシュ三作品に、 週刊少年ジャンプ作品の呪術回戦、アクタージュアクとエイジと並び選出された。同年11月にはスパイファミリーに人気ナンバーワンを譲ったものの依然として J の看板作品として扱われていた。日本出版販売によると読者像は男女に偏りなく高い人気を集めた。また、呪術回戦、鬼滅の刃、約束のネバーランドなど ダークな世界観の作品と併読されていたという、ありがとうございます。